旅館の玄関を抜けると、そこは水郷ひたの地。夕食までのひととき、そぞろ歩きとしゃれ込んでみましょう。久間地区のこのこじゃれた洋館は、旧大分銀行ひた支店。今は押し花美術館として利用されています。入館は無料で、2階はイベントスペースとして活用されています。北祇園山ぼこ会館。高さ8メーターの平成山ぼこ。両脇には熊竹田地区の6基の山ぼこと祭礼にまつわる品々を展示しています。また7月21日木曜日には日田駅前において熊豆田地区の山ぼこが勢ぞろいする集団顔見せが催される。続く23日24日には日田祇園山ぼこ巡行行事が行われます。ここ熊八坂神社は豆田八坂神社、竹田若宮神社との3社で国の重要無形文化財である日田祇園祭礼を行っています。境内のレトロなおみくじは必見。ぜひ幸運を射止めてください。また樹齢300年に及ぶ村久保の松は幹回り最大2メーター、地上1メーターの高さから東西に分かれて生い茂り、画梁のように神殿を囲み、日田指定天然記念物、大分県指定特別保護樹に指定されています。寺町を抜け喜山橋を渡るたもとに、ここ島内資料館一郎があります。館内には広瀬淡窓先生の書をはじめ、大久保利通、西郷隆盛、高杉晋作ら日本の歴史に重要な役割を担った人々の貴重な書が展示されています。うっそうとした森をいただく喜山公園を抜け、川風に吹かれながら可動堰を渡ると、中之島三熊川公園。春には喜山公園とともに桜の名所として花見客でにぎわいます。おや、あゆ釣りですね。釣れたようです。今日の夕食にもあゆの塩焼きが。山に遊ぼうとねえや、彦さん見ようとねえや、その日帰りに、屋形船の船上でいただく料理の数々はまた格別です。帰りを急ぐといたしましょう。皆さんもいかがですか？